山伏、峠石仏溶屋型石棺の石英素面岩製、原高2.25メートル、幅1.24メートル、厚さ40センチメートル。兼務4年。山伏峠石仏は、兵庫県火災市玉野町の山伏峠にある2基の石棺物。兵庫県指定文化財。一つは、兵庫県火災大の石棺物。 最後方の一基の長持ち型石棺と石棺物では、内3体の仏像が掘られた一基南北朝時代の石棺物二基と、中央に石棺物ではない3体の仏像が掘られた一基の合計三基の石仏がある。国名などが風化により消えかかって入るものの、保存状態が良好で、火災市内の数多い石仏の中でも貴重なものである。参道寄りに立つ、向かって、 右側の一機は、家型石棺の石英素面岩製で、原高2.25メートル、幅1.24メートル、厚さ40センチメートルあり、外石の内側には、宝手系の後輩が火掘りされ、レンゲ座上に定員である、阿弥陀座像が火掘りされている。建武4年の国印が確認されることから、製作年であると推定されている。向って、左側、最後方の一は、 長持ち型石管で、原高2.1メートル、幅1.05メートル、厚さ18センチメートルあり、外石の内面に、地蔵半家像が火掘りされ、地蔵半家像の左右両側には化物である肖像が、それぞれ3体ずつ、縦に3段に、計6体が、半肉掘りされている。さらに左右に2つずつ、計4つの縄掛け突起があるユニークな形状である。 逆王元年の国名が確認される。火災市北条町小谷にある公営四年作の小谷、阿弥陀石棺物との類似性が指摘されている。自動車、中国自動車道火災インターチェンジを出て、左折、南下し、玉の交差点を右折。火災球場手前の小道を左折し数百メートル。小道は自転車専用道路となっており、途中に車止めがある。 ABCD 火災市公式サイト山伏峠石仏、火災観光ナビ山伏峠ハット ABC 火災市、火災市観光協会設置現地看板をたり、阿弥陀石棺物、ありがとうございます